こーにゃーにゃーちーわー、みーやんです。久しぶりのカエル動画ですが、ちょっと言い訳をすれば、3月4月は本当に忙しくて、それと正月からの咳がなかなか治らなくて、大きい病院を紹介してもらい、やっと治りつつある状態です。なのでいつもは1日に最低でも1回は見ていたカエル部屋も、3日に1回餌をやる時にしか見ない状態になっていました。そんな中でお気に入りの仮面ちゃんが蓋をこじ開けて脱走。過去にも1回だけありましたが、脱走してもこの保温室からは出ることができないので、無事捕獲しましたが、3日に1回見る状態になっていたので、発見した時は、星になっていました。本当に1日に1回見ていれば星になることもなかっただろうし、暴れん坊だったので、この子だけはちょっと早めに大きい容器に移さないとなーって思っていたので、本当にタイミングが最悪でした。だから、少し癒しの方に逃げていたかもです。体調もぼちぼちだいぶ良くなってきたので、またカエルに頑張っていきます。そろそろ頭を切り替えていかないといけないんだけど、なかなかこの容器をというかね、これが剥がせない。絶対オスだったから、このメスと思うコンコと掛け合わせようと思ってたのに、なんかねうまくいかないな。まあまあちょっと気を取り戻して直していかないといけないんだけどね。まだねオスとメスはよく分かってないんだけど、まあこの子は絶対にメス、もうこの体格でオスだったらもう化け物だよね。なんか今日は汚い色してんな。食欲は旺盛なんだけど食べ方下手いんだよなこいつ。一回口に入れてなんでそこで吐き出す。いらないの？美味しくない？困ったね。どうしたの？なんかね口の奥に入り込んだらペーするんだよ。もうちゃんと食べて。大きい？いらないの？なんかね食べるのが下手くそなんだよねコンコン。
もう。はい。いらないの？すぐすねる。半分食べたかな？食べてない？あ、次行きます。この子もなんかね、食べるかな。あ、食べた食べた。わからんね、これメスっぽいっちゃメスっぽいんだけど。問題は今後絶賛絶食中です。今日は食べてくれるかな。どんくらい、2週間ぐらい食べてないような気がする。オスはねほんと気難しいんだよ。食べて、ほら食べないの。もうね口に無理やり入れてもね吐き出すから、もうほら頑張れ。どうよ、え、いらない？ちょっと食べた？あ、ちょっと食べてくれたね。ちょっと食べた。ちょっとだけ食べたね。一番のお気に入りのプラチナは今のところまあ拒食することもなくいい感じで大きくなってます。どうなんだろうね、やっぱメスっぽいんだけどね。オスだったらいいんだけどね。あ、どうしよう、オスメス。うん、バリバリ食欲旺盛。何、うまいこと入らんことと、かわいい。やっぱりいいね、プラチナピンクは。うん。以上です。メスはね全体的によく食べてくれるので餌をコントロールして太らないようにすればいいんだけど、反対にねオスは大きくしたいのでいっぱい食べてほしいんだけど、拒食するしうまくいきません。まあ人工飼料がダメだったら、マウスをやったり魚をやったりしてなんとか食べさせていこうという感じかな。では今日はこの辺で。
よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。